鍋の順位を当てようという企画をやってみたいと思います。ボボ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 順位が決まったみたいですね、はい、今回は寿司ボーイじゃなくてもうイメージというか、はい、イメージで、はい、あることのね、お願いします。はい、当てたい。なんだろうね。うわー、何が出るんだろう。はい、あら、セブ、仕事のこと時期かな。いや、さっきアルファベットの東京の今日の今日がやばいな。今日のクジラか。違う。日本の地方、はい、東京以外とか田舎の地方ってことね。そうです。1位はカタカナじゃない理由ってあるんですか。あ、特にないんですけど、2位が分からなかったので、もう2位からはカタカナでいいかなと思います。ああ、そういうことね。はい、行ったことがあるんですね。でもセブンはね、はい、全部あります。あ、全部あるのね。あ、はい、じゃあ、はい、もう一度行ってみたいランキング。はい、もう一度行ってみたいランキング。違います。正解だったら、正解だったら、ゲボ吐きたい。危ない危ない、危ない危ない。平すぎて死ぬとこだったよ。はい、はい、水が冷たいランキング。オリジナルすぎる。セブで考えてないですか。違います。なんか納得できます、そう言われて。はあ、なるほど、みたいな。いや、どっちかというと生ぬるかった。あ、じゃあじゃあ、水の話は終わってる。水の話はもう終わってて、あの、そのランキングの答えを聞いて、俺たちは納得できますか。はい。見渡して、はい。はい、どうぞ。やりまんが多い都市ランキング。絶対エロからスタートする。まず。ベースにエロが長いな。濡れてるね、彼。ずっからスケベなんだよ。エロと足元が多い。スケベ。スケベ。絶対毎回の女装いつもエロからだもん。いろんな時にこういう系は。4位がだから国なんだよね、急に都市から。そうですね、うん、ちょっとやべ、どうしよう、これが当たったら。当たったら怖いよね。変なこと言って当たったら怖いし。一応でもいきますか。はい、どうぞ。住んでみたいランキング。地獄ですよ。怖いよ、怖いよ。あ、やめてください、地獄ですよ。違います。あ、よかった、よかった、よかった。あ、よかった、よかった。あ、あぶねえ。芸人ですから、藤山さん。そうだね。はい。リクルート社の調べみたいになって。違います、違いますよ。皆さんお答えくださいみたいなですね。大阪とかは、まあ、ちなみに地方に入るんですか。あ、まあ、二択だとこっちに入っちゃいますかね。東京じゃないんで。でもアメリカ用したら。アメリカよりはした。大阪も、うん、そうですね。大阪もしかしたらこの辺かもしれない。なるほど、東京寄りだじゃん。はい、東京寄りですね。なんだ、またヒント思いますこれ。確かに、ちょっと ルで、ルで、ルのヒント。またルのヒントでいいんですか。ルルヒント、いきます。ルルルルルンルル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 ランキングです。ダメだ、なっか。じゃあ、僕はボで、すみません。ボで、はい、いきます。ボボ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 ボ。あ、間違えました。間違えた、間違えた、間違えた。わかんないんだって。ボで言った時点でもうあれしか出てこない。すみません、もう一回いきます。はい、ルル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 ルランキングです。私がなんとかだな、ルルルルは私が、うん、私がね、うん、あ、多分ね、私が行ってきたみたいな感じで、私がなんとかだよ、私がルルル、合ってるっぽいな、私が、私がルとしてはナンパされた、はい、数が多かった場所、うん、お、なるほど。男性が声をかけてきたね、うん、なるほど。違います。違うね。それ、ちなみにジェスチャーで表されたりする。はい、なんとなくのジェスチャーでいいんだよ。なんとなくのジェスチャーですか、うん、ちょっとここで、分かっちゃうかもしれません。椅子の前でいい。
分かっちゃうかもしれませんよ。分かんない程度がいいな。分かんない程度で言う。あ、すごい。今もう今役入ってる。すごいっていうのが心の声です。今のいや出てた出てたよ、はい、すごいって全部出てた。すごいじゃん今の言ってたけど、どこで心の声を表しました。今ヒントとして、ヒントとして、あ、もう一回やってじゃん、もう一回やってやりますっていうの。あ、そうか、まあ、やってたんだ。やっぱりやってたんです。やりますが欲しいです。ヒントいきます。ヒントやります。すごいな、さっきのすごいだったけど、完璧が薄まったな。はい、ジェスチャーって言ってるのよ。あのリアクションだったの、喋、うん、ってたし心ですごいなと思ったんだよね。めちゃくちゃ思いました。めちゃくちゃすごいと思った。バナナの皮が落ちている数、はい、違います。あ、面白い以外もあったな、セット。違うよ。アニメとかしか見たことないじゃない。東京にもあんま落ちてねえもん。なんでアメリカが以下なんだ、東京の。今んとこみんなもう暗闇の中で。もうちょっと。ジェスチャーいきます。そっけのジェスチャーじゃなかったら。もう。終わりです。やります。はいはいはい。以上です。まだ。はい。はい、どうぞ。ガーマルチョバさんが公演してそうな。世界回ってるからな。あー、素晴らしい。違います。違う、素晴らしい。違う、道路が狭い。違います。おー、路中が多い。あ、違います。じゃあ大阪でもすごいなんですよね。そうなんだ。気持ちがすごいなっていう感じです。すごいな。運転中ずっとゲップをしてる。すごいな。いや、すごいけど。それはすごいですか。違います。何ですか。何ですか。ちょっとボケようって最初の頃考えたんだけど、出すタイミング失ってた。まあ一応言っとこうと思って。膠着状態が続いてるから。あ、渋滞をすり抜ける技術、その裏道。ああ、めっちゃ近いといえば近いですが違います。分かった、もう当てちゃいます。はい、運転技術がすごい。運転手ほとんどすごいです。あ、ほとんど正解です。正解でもいいですかね。車の運転技術がすごい人が多い。正解でもいいです。でもそんな答えおかしいよね。なんかもうちょっと何その答えって。はい、そんな答え。運転技術がすごい上手いんだけど、ずっとゲップしてるっていう。ゲップ離れてください。ゲップはいらない。溜まってなかった。何か足そうかなって。あ、まあそうですね。足したら当たる。運転技術がすごい人が多いってこと。うん、でもほとんど正解です。それがまさか。そんなことですよ。え、すいません。運転の上手い人が多いであろう国ランキングってこと。言っちゃいます。あ、じゃあ答えを教えてください。はい、じゃあお願いします。はい、言っても桜なんて芸人さんですから、ね、そう、まんまじゃないと思うよ。正解は、車の運転を上手にするのがすごいと思う場所ランキングです。いや、どういうこと。え、何この文章怖いよ。文章がおかしい。どういうこと。すごいと思う場所って何。あ、この上手にするのがすごいと思う、すごいと思える場所。場所、思う場所。例えば今はここでは思わないけど、セブンに行ったらめっちゃすごいと思います。それはいや、ちょ、文章崩壊してた。意味がわからないよ。ちゃんと文章かけてない答え。運転技術っていう、ね、理由を言います。例えば東京の渋谷のスクランブル交差点だと、うん、めちゃくちゃやっぱスクランブルがあるぐらいなんで難しいじゃないですか。でもあれは信号があるから、うん、はいはいはい、あのちゃんとそれに従えばね、行けるんですけど、セブはあれに信号がなくてもやるんですよ、うん、できるんですよ、その運転が、うん、どうやって運転してるんだろうっていう凄さがありました。信号を出して渋谷のスクランブル交差点みたいなところをみんな行ってるんですよ、車が。どうやって進んでるのかがもうわからないくらいの信号を出して。すごいな、わからないな、これは絶対に出ない。当たんねえ、これは。僕のは意外と正解ではないですよね。うん、場所が出てねえからね。するのがすごいと思う場所だから。すごいわよ。
上手にするのがすごいと思う場所からね。上手な場所じゃないからね。いや、言えないですよ。上手にするのがすごいと思う場所。言えないですよ。どんな文章なんだ。それ踏まえても語彙やっつけすぎない。全然違う。香川とかでもいいんじゃなかった。あ、そうですね。一つ香川って言ってもやっぱり西から東まであるので、セブはもう満遍なくだ。セブが他ない。セブのどこ行ってもだ。信号がなくて交差点をまあまあの交通量があるのがすごいなと思いました。バンコクは、バンコクは信号あったかな。あったよ、あったよイメージだったんで2位です。もう一回だけあの正解を読んでほしいんですけど。あ、もう一回お願いします。聞きたいです、ね、改めて正解。正解はルーでいきますか。いや、普通に読んでください。正解はでお願いします。はい、正解は車の運転を上手にするのがすごいと思う場所。やれません。